はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は日本酒ですね。木桜の、辛口一献。こちらね、リスナーさんにちょっとおすすめされたんで、飲んでみたいと買ってきましたね。こちら 600cc 入ってて、値段が400円ぐらい。原材料名が米と、米麹と醸造アルコールと糖類。国産米100%使用。清酒酵母の発酵を高める5段仕込みを採用したキレのある辛口酒。木桜独自の酵母を、木桜辛口酵母を使用することで、すっきりとキレの良い、口当たりと、さらりと旨味が、広がる味わいを実現しました。香りよくこだわりのある、上質の辛口をお楽しみください。日本酒度がプラス4となってますね。はい。で、おすすめの飲み方が上燗となってます。燗ですね。それでは。よし。木桜はね、好きなんです。メーカーはね、美味しいんですよ、この木桜。木桜はね、美味しいんです。木桜は、それでは、いただきます、乾杯。そう、この味。この木桜の、なんていうかな、香りが結構いいんですよね、木桜はね。この、なんていうかな。木桜ね。このメーカーね。だから、ワンカップ大関に比べると、大関に比べると、やっぱり、でもやっぱ、ちょっと、菊水の、ね、辛口のやつに比べると、ちょっと甘い。は甘いですね。ただ、香りがちょっと、ふくよかな。辛口の香りが。この辛口一献の特別純米辛口一献っていうのも売ってるみたいですね。でもやっぱり、結構、香りが、ありますね。そして、甘い。そうですね。なんていうかな、この、独特のね、香りがあるんですよね。この木桜。木桜の日本酒って結構独特のこの香りがあるんですけど。これを、上燗にして飲むと美味しいということで。ちょっと燗、熱くして飲んでみましょう。個人的にはもうちょっとこれ、辛い方が好きですね。あとこの香りがね、どうしても、結構、香りが強いんですよ。もうちょっと俺はドライな方が好きですね。あとちょっと酸味が強いかな。
ちょっと酸味が強めの日本酒って感じですね。なるほど、なるほど。まあでも、紙パックで、日本酒度プラス4のお酒って多分なかなかないんじゃないかな。辛口に日本酒パック。パック酒ってやっぱ安いっていうのはイメージとしてある。うん。おそらくないんですよね。おそらく。おそらく辛口のお酒って、紙パックだと多分、存在しないんじゃないかな。もうめっちゃ辛口のやつ。ああ、でも、あるかもしんない。てか、基本的にね、やっぱね、紙パックのお酒ってなんか、なんか甘いですよ。超辛口っていうのもあるみたいですね。へえ。あ、日本酒度プラス8だって。副特徴、貝の、酒、超辛口。へえ。日本酒度プラス8だって。紙パックのお酒ってさ、どうしてもさ、量が多いんで、ハズレだった場合がきついですよね。だから、ほんと紙パックのワンカップ酒みたいなの出してほしいよね。紙パックのやつのちっちゃいバージョンみたいなやつ。出してほしいですけど。だいたい2リッターとか 500cc とかからしかないでしょ。これだって 600cc だからね。じゃあ、熱燗いただきます。乾杯。ああ。あ、でも、確かに。香りは、立ち上る。けど、口当たりが非常に辛くなったっていうか。うん。でも相変わらずやっぱ酸味がちょっと強いですね。うん。ちょっと酸味がやっぱ強い。多分、アミノ酸度とかが、酸度とか書いてあるんで、標準値ってこれ 1.2 とか書いてあるけど。こういうのも多分関係してくるんでしょうね。これは、魚とか美味しいわ。うん。まあでもやっぱり、なんだかんだ言って、木桜のよかは普通の、菊水の方がうめえな。あ、値段的にはこっちの方が安いんだけどな。でも 1.8 リッターで2000円ぐらいするのか。あ、だってこれ3リッターのやつとかあるんですけど、多分3リッターのやつとかだと値段いくらなんだろうな。3リッターで、3リッターで2000円ですね。俺が、買ってる菊水のやつは 1.8 リッターで2000円とかだもんな。うん。やっぱ安いっすね。うん。こっちの方が全然安い。
美味しい。美味しいけど、ちょっと香りとかが癖がありますよね。普通の日本酒じゃないような香りが結構漂うんで、ちょっとなかなか珍しい香りするよね。うん。甘みちょっとあるんだよ。香り。香りは結構強い。まあ、まあでも美味しいは美味しいんだけど、ただこれを上位にするかっていうと、まあしないかなーって感じしてますね。2343です。ご視聴ありがとうございました。